イサベル・アルフォンサ・デ・ボルボドス・シシリアスイ・ボルボンは、スペインの王族、スペイン王女。結婚により、ザモイスカ・伯爵夫人を名乗った。スペイン王・ファンカルロス1世の母方のおばにあたる。両シチリア王家出身のカラブリア公、カルロ・タンクレーディと、その最初の妻で、スペイン王・アルフォンソ12世の娘である、マリア・デラス・メルセデスとの間の、第三子、長女として生まれた。 母はイサベルを出産した際に死去し、父は1907年に、ルイーズ・ドルレアンと再婚した。叔父のスペイン王アルフォンソ13世の特使により、スペイン王家の外孫でありながら、スペイン王女の称号を授けられている。1929年3月9日に、マドリードにおいて、父方の祖母マリーアントニエッタのおいにあたる、ポーランド人貴族のヤンカン・ティザモイスキ伯爵と、 結婚し、マニ、カロル・アルフォンス、マリア・クリスティーナ、ユゼフ・ミハウ、マリア・テレサの4人の子供を設けた。結婚後はチェコスロバキアで暮らしていたが、1945年の赤軍の侵駐に伴ってに、母国へ亡命し、セビーリ地方のバレンシーナデラ・コンセプションに移住した。1961年に未亡人となった後は、修道院に陰性し、 1985年に、死去すると、エルエスコリアル修道院の王家の墓所に葬られた。ありがとうございます。